おはようございます。2023年1月13日金曜日の朝です。今日の体重は 65.70 でした。体脂肪率は 38.2% です。おはよう、アブラちゃん。今日の天気いいですね。すごい天気ですよ。そしてなんかちょっとあったかいったら変だけど、寒くないですよ、全然。すごいいい感じの天気になっております。今日はですね、いろいろやること盛りだくさんで、なかなか手つけられなかったお仕事の方とか、やらなきゃいけなかったことなどをちょっとずつやっていこうかなと考えておりますよ。まず朝湯飲みます。今日の朝ごはんです。今日は昨日の夜ちょっとお菓子を食べ過ぎてしまったので、お腹があまり空いてないので、こちら前にうちの母親が作ってくれたオートミールケーキ、冷凍しといたやつとみかんで食べます。今日のお昼ご飯です。今日は十割そばで卵とじそばを作りました。卵と鶏肉はもも肉だけど、皮を外して油を取ってあります。あとは玉ねぎ、長ネギ入ってます。食べます。今2時くらいです。これからですね、ちょっと灯油のお金をガソリンスタンドに払いに行ったりとか、細かいですね、なんかちょっとお買い物したりとかしてこようと思います。行ってきます。ガソリンスタンド着いた。お金払っていきます。ニコッと行きます。フーズショップ岸田も行きます。サツドラも行きます。エリコロの動画、シエスタでちょっとコーヒー飲んで休憩します。ホットコーヒー飲みます。あー、ゆっくりできました。美味しかったです。じゃあお家の方に帰りたいと思います。出てきましたよ。必要なものいろいろ買えたからよかった。じゃあ中入ります。今日の夜ご飯です。今日は焼き鮭、大根と水菜と人参のサラダ、煮豆、そしておつゆはそばの、昼食べたそばのおつゆの残り、白いご飯で食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。あっという間に一日、今日終わっちゃいましたね。なんか全然大して運動も特にできず、なんか特に何か気をつけたとかもできなかったんですけど、今日はですね、朝のうちなんかやることいっぱいあって、まあ、旦那さん帰ってきたので、ずっと出張で行っててですね、横浜の方にで帰ってきたので、なんか洗濯物とかもたくさんありましたしね、自分もやらなきゃいけないこともいっぱい溜まってるので、それやったりとかですね、いろいろちょこまかちょこちょか動ってました。それでここからはですね、ちょっとなんだっけ、灯油のお金払いに行ったりとか、あとなんかちょっと日用品的なもの、買わなきゃいけなかったものも結構あったので、それを買いに行ったりとかしてですね、でそれでシスターに行ってゆっくりして、それをしたらもうあっという間に1日終わっちゃってました。そう、そんな感じですね。でもそんな中でもご飯はですね、ちゃんと3食全部自分で作って食べれたので、それはちょっと合格って感じですね。うん、そんな感じでしたね。あと運動、本当はこの後やろうと思ったらできるんですけど、なんかもう他にもやることまだありますからね、そっちをちょっと優先しようかな今日はって感じでございます。なのでちょっと大してなんかこれといって見どころ、いや、いつもいつも結構そうかもしれないですけど、見どころのない動画になってしまって申し訳ないんですけども、そんな感じでございました。そうですね。で、今日ですね、珍しく、私、北海道安平町に住んでるんですけれども、本当この時期だったら、去年、2022年の冬って感じかな、去年ですね、の今頃だとですね、マイナス20度とかに行く日も結構あって、なんか、なったんですけど、すごい寒い地域なんですよね。なんですけれども、今年っていうか今日すごいプラスの6度まで上がったんだったかな。すごいなんか知らないけどポカポカしてて、なんかもう冬終わっちゃうのかなって思わせるような天気でございました。ただですね、この後今日明日がちょっと暖かくって、でその後はまたすごい冷え込んでくみたいなので、ここで油断してもいられないかなって感じですね。雪の量もですね、なんか
北海道の中でも結構ニュースになるくらいすごい、今年も豪雪すごい雪一気に積もっちゃってる場所もあるんですよ。なんですけども、私が住んでる安平町付近はですね、付近というか、まあ北海道こうやってあったとしたらこっちの方ですね、こっちの海の下の方、こっち函館とかとはまた別で、こっちのとんがってる下のとんがってる方とかはですね、もともと雪が少ない地域なんですけれども、で安平町はちょうどですね、すっごく雪降るところとその全然雪があまり降らないところのちょうど中間くらいにあるんですよね。だから多い時もあるし少ない時もあるのかな。なんかちょっと私も2度目の冬なのでまだあんまり把握してないんですけども、昨年がすごいものすごい雪の量だったのでですね、まあ札幌に比べたら少なかったので、私たち夫婦にとってはすごい雪かきは楽な方ではあったんですが、それでもすごくね、1年間というかその時の冬で何回雪かきしたんだろうっていうくらいしたんですけど、今年は私まだ1回しかしてないんです。しかもサラサラーってしたのにサササーってやっただけ。あと旦那さんがちょっと早起きなので先に雪かきしといてくれて、私が手伝うこともなくですね、全然雪降らないですよね。なので不思議ですね、本当に。なんか気候って不思議、自然って不思議って思いました。はい、そんな感じで、ただまあこのまま雪降んないでほしいなとは思いつつもですね、これからまだ2月が結構ピークに雪降るのことが多いので、これからどうなるかわかんないんですけども、またもしですねたくさん雪降って、あの綺麗な景色とかが見れるようになりましたら、雪のない地域の方だとですね、雪の景色なかなか見られないと思うので、ちょっとリアルなですね、リアルタイムで、まあ翌日ですけどね、リアルタイムで見てほしいっていうのもありますので、またこちらのエリコラのダイエット日記の動画の中でですねお見せできたらいいなっていうのも考えております。はい、そんな感じで今日はなんか特に何もなかったのでどうでもいい話をしてしまいましたけれども、これくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。